11月16日、2024コリアグランド MCC アワーディ EBS USPEND で、ニュージャーンズは、バニーズとして知られるファンへの深い愛を心から語り、ニュージャーンズの精神は、永遠に生き続けることを強調した。バニーズとして知られるメンバーは、ニュージャーンズの精神は、永遠に生き続けることを強調した。ニュージーンズが아니더라도ニュージーンズは never die。사실저의언제까지유지인지는잘모르지만그래도다준명이랑허니즈랑만든사이를방해할수있는거없다고생각해서끝까지뭉칩시다지금까지뮤지진짜스미다감사합니다ニュージャーンズのメンバーはグループとしての将来について不安を表明したが、ファンを安心させた。ニュージャーンズは決して死なない。ファンにはこう語った。正直、あと、どれくらいニュージャーンズでいられるかわからない。でも、私たち5人とバニーズの絆は壊れない。だから、最後まで一緒にいよう。ダニエルはこう付け加えた。たとえ、私たちがもうニュージーンズでなくても、ニュージーンズは決して死なない。彼らの心のこもった言葉はファンの心に響き、ネット上では感情が溢れ出しました。多くのネットユーザーがサポートと愛を表明しました。